月井です。エレコミック村地です。片桐仁です。8月27日、今日で、エレガタの決日としてはもう8月最後の放送ということになりましたね。おい、もう夏もちょっとなんか涼しくなってきましたもんね。こんな感じしますね。秋感出てきましたね。早いね。もう暗くなるのも早くなったもんね。そうそうそう、まあ確かにそれはありますね。ということで、そろそろ終わるな今年も、ね、我々ももうそろそろ単独はもう1ヶ月後。そうですね。でアフタートークのね、あ、そうだそうだ、ゲストもみんな発表になってね、はい、ね、結構豪華なメンバーでまたね。豪華だよね、うん。9月22日がまずはもうエレガタの決日の中でももうね、はい、第4のメンバーといってもいい青木さやか、どう来てくれますよ、ね、青木さやかさんも来てくれて、23日ものアフタートークが平野亮さん、はい、2.5 次元とかもやる、まあ、俳優なんか平野亮さんが今度その舞台をやられるんですけど、 その 2.5 次元の平野亮さんイケメンの方たちと、はい、平野亮さんもイケメンの方なんですよね。そうそうそう。でなんか知んないけど我々のエレキコミックのコントを舞台化してくれるっていうので役者たちでやりたい、コント今までのなんかお好きなコント何個かやってくれるそうなんですよ、うん、そうなの言われたけど2人組じゃんエレキコミックそれたくさんの人でやる、ね、やるんじゃないっていうことで、うん、平野くんも演出とかもやるから、うん、多分ちょっと変えて平野くんが演出もするんだ、うん、やるんじゃないかな。平野さんもねすごいことやるなと思って、その舞台もあるんですよね。そうです、秋に、なんか秋にあるっていうのも演出ない俺が1日出るんじゃないかな、うん、あ出んのどっか、うん、ゲストで、ね、確か、うん、本物が本物まあずっと俺もなんかこれをやりますって言われた時にピンとこなかったんだけどねエレキのちょっとなんかタイトル言われても分かんないろんなとこから選んでくれてるんだよ、ね、みたいな、うん、結構見てるんだよ、まあ、そういうなんか銭湯はやるでしょ。銭湯じゃなかったよと思う。舞台的には演劇なんでしょ。演劇なんと思うけど、ね、でも分かんないけどその平野さん、うん、なんかちょっと奇特なね、そういう企画をやるってことで、 それも縁があって来てくれるね、アフタートーク、うん、平野さんがのファンが俺らのライブ来てくれるかちょっと分かんないけど、まあ、ぜひそして、24日の土曜日の2時、が、空気階段の2人が、ね、この DS ライブ、ね、チャンピオンですからね。そうね、本当忙しいね今やね。手術するんでしょ。生誕祭以来じゃない俺の。ああそうか。そして24の18時の夜の会がチャンス大城&冷蔵コマンの地下芸人、冷蔵コマンさん来てくれるの。ジェヒー、いやいや大先輩ですからね、うん、でまず最初に我々2時間冷やして冷やして、まあ、そうねそこら辺も聞かないとね。チャンスはね今自伝がもう売れに売れております、うん、で25日の日曜日が、まあ、ここのラジオでもいろいろ話をさせていただきました都市ボーイズの2人が来た、オカルト来てくれますね。オカルト会、あ、うん、怖い危ないと思った時は松井和代 の、ま、お母ちゃんの YouTube を見てくれと言われた、うん、あの都市ボーイズの2人、はい、が今回ゲストで呪いのグッズの人たちね、そうですね、それが来てくれるという呪物で、25日の最終日のこれ最後18時からの回は秘蔵映像ということで、この日はアフタートークはないんですが、この日だけのスペシャル映像付きということになって、まあちょっとスペシャルな今回ね25周年ということで、そうかそういうのもあるのね。秘蔵映像昔のかな、まあ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 いろいろあると思うんでね、うん、確かにねすげえあるからな、そんなの厳選して100本以上あるしてやるのか、あるある、ね、もしくはもう新しく撮ったけど、ね、うん、ああちょっとお蔵入り前もそういうのあったよ、新しく撮ったけど、その入んなかったとかね、入んなかったとかちょっとやめたとかもあったんですよ、うんうん、片桐さんのモノマネコーナーとかも、あ確かカットして一回カットしたもんね、一回カットして本編入んなかったけど、そうそう見せたもん、アフタートーク映像みたいなのを、ね、流したやり方だね、うん、でそしたらそれ結構受けたっていうのもあったりしたんですけど、まあどこでも流さない特典映像付きというのが千秋楽、千秋楽ということで全公演何かしらついてお願いします。ちょっとやっぱり25周年を祝う感じになっておりますので、はい、ぜひエレコミック32回発表会ルームでね、ぜひぜひ、池袋アルスポットチケットの今 E プラスで発売中ということなんで、ぜひ来ていただければと思います。お願いします。でネタ作りのね、はいはいはい、始まったのね、今始めなきゃなっつって、うん、それは、ね、集まったんですよ、はい、でまあ、とりあえず最初だし、うんうん、まあ、ちょっと考えたりはしたんだけど、まあ、最初だし、まあ、早めにね、まあ、まずは乾杯をしようみたいになって、決起大会みたいな。で、俺と星川と小川で最初3人で、俺ん家でやってたんだけど、作家人とね。そう。で、川尻っていう、まあ、元エレガタのコント太郎の作家のやつも、今はこのラジオを離れ、今も
2.5 次元のね、演出とかやってる、まあね、舞台ね、うん、すげえやってる、ね、やってる、うん、そう今も3つやってるせいだからね、そんな3つ演出していいのかと思うんだけどすごい、いないわけじゃん、その現場に。同じ日にやってんだよ演出。まあでもまあね、本番になっちゃうと、ね、ちょっと俺はちょっと考えられないけど、作だけのもあるんじゃない、あ、ね、いや演出してたよ、演出で俺ちょっと、うん、その、うん、考えられないなと思ったけど、トリプルブッキングじゃん、まあ、要するにちょっとしか見ないってことだよね。まあそうだろうね、うん、まあまあそれにやってて、うんまあまあ、で見事にやってんだろうけど、うん、でまあ終わってから来るっていうん で、うん、で夜10時あ結構遅くなった、ね、過ぎぐらいしか行けませんから、うん、3個演出してたね、ね、舞台終わりがね、うんうん、じゃあそんぐらいから、まあ、別にそれぐらいでじゃあみんなで、はいはいはい、もう俺らも最初3人でやってるから、うん、まあ俺らもそれで一回終わって、はいはい、でも川尻も交えて、まあじゃあちょっとじゃあ頑張ろうみたいな会にしようかなんつって、はいはい、ちょっと飯食いながら、ね、そうそうそう、うん、そこからまあ別にもうネタ作りとかせずに、うん、ちょっとまあ飯食いかてら、はい、飯行ったんですよ4人で、うん、で何の話だったのかな、まあ、とにかくなんかちょっとこう、うん、何の話だったか忘れちゃったけど、うん、あ俺が沖縄に、はいはい、そ沖縄料理屋だったからたまたま飯屋行ったのが、うんうん、で沖縄この前行ったらすごい信じられないコスパのホテルを見つけたよって話になって。ほう。高いよ、沖縄もね。今夏だしね。いやいや、もう、二人で6000円で。一人6000円じゃないの ?3000 円。二人で6000円で、これだけでも安いですよね。安い、激安。ね、なのに、ビール、ハイボール、泡盛り、全部飲み放題なんですよ。え、いつ、いつ無料。いつ永遠に永遠に。夜10時半まで。ないよ。3時から、ウェルカムドリンクサービス。ウェルカムまさかの3時から10時半まで。飲み放題。飲み放題。一杯はあるよ。うん。いや、一杯は。まあ、生が、生の泡があって、それを全部どんどん入れて。いや、俺が見た感じ、10時半ギリギリに、おばさんが、30杯ついでましたから。30杯ついで家に持って帰ってましたから。家というか部屋にね。部屋ね。っていう、信じられないコスパのお店。ビジネスホテルですか、普通の。絵とかが飾ってある。まあ、パッと見あれと思うんだけど、入ってみるとまあまあ綺麗な感じなんですけど、しかも、レンタサイクル無料だし。え？すごいね。プールも一応あるんですよ。ああ、そこも使い放題。あるんですよ。やっていけないんで、ね、もう信じられなかったよ、つって。信じられない、それは。うん、この時期で、ね、ハイシーズンですよ。多分、だからハイシーズンを行かなかったら4000円台だと思うんだよ。いや、やっていけない。絶対。だって、超ハイシーズンに行ったから、俺、お盆に行ったから、まあそうね、それで6000円だったから。おかしいよ。だから、これは絶対、絶対行った方がいいって言って、で、うちの事務所の若手でめちゃくちゃビール好きなやつがいっぱいいるから、来たら、ビール飲みに、腰だね。もう、そこに、とにかくまず3時にチェックインしたら、永久に飲んでられるよって、7時間。いやー、俺、どこまで頑張れるかな。で、しかもちょっと、グランクラスとかね、ちょっとなんか飯つまみたいと思ったら、もうレンタサイクルで、何でも買いに行けるし、無料だし。あ、街中は。街の、超ど真ん中だから。国際通りの。持ち込んでいいんだ。あ、国際通り。当然、ホテルだから。もう、国際通りのど真ん中なのよ。確かにな。まあ、わかる人はわかると思うんですけど、国際通りの超ど真ん中に、スタバとドンキホーテがあるんですけど、あららそこなんですよ。うん、もうそこの、そこからもう歩いて30秒くらいのところなんですよ。何かなんだろうね。カラクリだわ。すげえと思って。確かにすごい。よく見つけたね、そこね。たまたま安いとこって、安いとこと立地で。選んだらね。選んだんですよ。なんかシェアハウス的な。急に行ったから、俺。夜11時半に撮ったから。うん、みたいな、ね。明日行こうぜってなって、夜11時半に飛行機撮って。もうとりあえず一泊だけホテル撮っちゃう。だからもう、だから、その、飛行機もそんなにいい飛行機じゃないっていうか。まあ時間が ね、まあ、ね、すごい早く行けるわけでもないから、うんね、まあ、泊まるだけだし、うん、そんないいホテル泊まっても損だから、確かにな、安くて立地がいいところ、まあ、いいホテルだけどな、いいっていうかちょっと高いっていうかさ、まあね、分かる分かる、高いからね、まあ、リゾートホテル取るのも大変、レンタカー借りるのも大変だから、ね、まあちょっと面倒くさいし、まあ、パッと泊まれるところがいいじゃんと思って、安いところと取って、で別にそれぐらいの感じで取ったんだけど、うん、いやもう大発見ですよ、いやすごい、これからもあそこでいいやと思って、確かに、うん、いいよねそんなの、めちゃくちゃ安いよだって。一、うん、人3000円で飲み放題ついてんだから。居酒屋だって行けない、ね。行けない行けない。居酒屋もそう、ね。もうだったらもう東京で飲むぐらいだって沖縄行った方がいいから。飛行機代が。いやいやいや。いや本当に。飛行機は高いでしょだって。まあまあ。いやまあ飛行機も俺はもうマイルで行ったから無料なの。うん、ああ、なるほど、ね。マイルで行ったから、もうなんか感覚的に。飲み行ったの感覚的には無料なの。だからもう3000円しか払ってないから、うん、そうだね。
そね、ちょっと、2時間半、ちょっと遠いけどね、片道。確かにね。だけど、飯無料で飲めるから。うん、っていう話をしてた。まあ、そしたら、うん、何しろ。小川くんっていうね。はい、いつもね、うん、やってくれてますよ。元うちの芸人で、うん、みんなに、ね、パパロワっていうコンビも辞めて、今放送作家やってますけど、うんうん、その小川くんが、やっぱちょっとその、ちょっと飲みもなんか進んだのかな、まあ、いいな気になってる。どうしてもちょっともうその気になることがあるみたいな話だったんですよ、ね。まあまあ、いいことじゃないですか、ね。飲みの席の話で。飲みの席、うん、ねえ、白太郎氏ですね。白太郎さんいないでしょ、そこに。白太いない。山っぺで、俺ら、うん、俺と登山して、まあね。もう来ないでよ、白太は。そうよ。ここには来ないでよ。月給100万円以上を稼ぐ若手芸人。売れてもいないのに。がいるんですよ。ね、芸人としてじゃないですか、ね。で、まあ、今年の、あの、秋も、もうワールドカップを、カタール、はいはいはい、カタールの方にもう見に行って、1ヶ月休みを取るのと、もう日本のチケットも全部持ってるんですよ。日本戦のチケットも全部取ってて。すごいね。っていう、もう、勝ったらまあ、もうちょっと連泊して、なんて言ってる、超若手芸人がいるんですよ。若くねえんだよ。若くはないけど。今だと思うんですよ。まあ、いて、それだけの、まあ、月給があるんだから。いや、確かに、ね。もう、社長さんだから、それ。そりゃそうだよ。ね、うん、社長さんだから、別に後輩芸人じゃないから、もう、おごってもらおうって話になって、何度も何度も作戦を立てて、白田を呼び出しては、そのお金を払わないっていう意味で、ね、あとサッカーが好きだろうから、うん、手を後ろに回して、絶対私たちは手出しません。PK の時みたいな。そういう感じでやっても払わされてた、うん、その白田の話をちょっとしてた、その話もあったんですよ。まあまあね。まあ、未だにもう払ってないからね。どうしても、許せないことがあるんですってなったんですよ、小川くんが。うん、それ系なのかな、うん、白 ?S?S に対して白のいや、これはね、正確にはね、アチャーに対してなんだ、うん、後輩じゃねえかジャパーネーズっていうグループ。さらに後輩だね。アチャーっていう人間がいるんですよ。うちのね、若手も、これは若手。これ若い30代、ね。まあでも30代だけど、ね。30代超若手、まあ。アチャーと白田に対してなんですけど。あ、二人どういうことなんつって聞いたら、うん、いや、実はと。うん、よく三人で飲んでるのかなそうなんですよ。うん、でその、ある日三人で飲むことになったと。うんうんうん、ね、うん、でも山ってんの、俺いない、俺以外の三人。はい。で、飲むことになって。はいはい、山登りチームね。そうです、そうです。それで、3人でラーメンを食べに行ったんですって。ちっちゃそうな、また始まったぞ。ちっちゃそうな、ね。3人でラーメンを食べに行ラーメン屋さんにね。うん。懇親会だ、みたいな。で、この3人。これ、そう、懇親できてるだろ十分。ラーメンを食べに。もう飯会でいいじゃないか。いや、これだから、ちょっと自分だと思って考えてる。小川が自分だと思って。はい、小川役ね、俺。この中で、小川、白田、うん、あちゃの3人で行くんですけど、はい、はい。事務所的には、小川くんが一番先輩なんです、うん、そうだね。一番古いからね。芸歴とかね。うん、ただ、小川くんは事務所を辞めてるんですよ。はい。この10年前にね。確かに確かに。うん、で、年齢で言うと一番上が白田なんですよ。ああ、そうかそうかそうか。まあね。年齢は白田の方が年上。うん、はいはい。小川くんよりも、一個上。一個なんだ。一個上。大したことねえな。芸歴的には小川くんが、うん、上だけど、事務所も辞めてるから、もう芸歴はもうない。芸歴は白田の方が長いんじゃない？そういうことなんだ。だからもう、トータルで言ったら芸歴は白田の方が長い、うん。そうだね。続けてるからね。ってことになるけど、うん、まあ一応先輩。うん。あと46、47ね。うん、で、あちゃです。で、このあちゃです。あちゃ35ぐらいかな。と思います。で、うん、3人でご飯を食べに行ったと。うんはい、ラーメン屋に、ね。うん。地下の店らしいんです。いいよ、どっちだって。で、味噌が一番みたいな、味噌ラーメン屋だと言ってました。まあいいよ、それどこでもいいよ。ここの、冷や汁ラーメン、はいラーメンがとにかくその私は大好き小川くんがめちゃくちゃ好きだからその二人に食べさせたいということで、ああでも小川の食べさせたいというかここ美味しいよなんつって行ったと、でその地下をたぶん階段を降りて行って券売機があって、それで券売機でまず小川くんが自分のラーメン買った、ね、うん、これうまいんですよ、だけどそこからどかないと狭いらしいんですよ、そこがだからどかないと次の人が買えないから小川くんは一回どいたら次白田、階段降りてきて、うん、で白田が買った、うん、で次階段降りてきたあちゃん、うん、そしたら白田が、はいはいはい、あちゃんこれでラーメン食いない、まあ、1000円渡した、まあまあいい、そしたらあちゃんが、うん、ありがとうございますって言って、ね、ありがとうございますって言って、うんうん、そうだね、で買ったと、でそれを小川くんが見てて、でそれは悪いなと思ったらしいんですよまあ、まあ、やっぱそのあちゃんくんの分を、まあ、その白田にだけ払わされすのは申し訳ないから、うんうん、小川が紹介した店だしね、じゃあ白田さん、うん、私も払いますよっていうことで、1000円渡したから、500円、半分、
半分私も出しますよ。半数の問題じゃなくて。半分出しますよ。っていうことで、500円を白田に渡したと。で、白田は受け取ったと。はい。で、ありがとう。いいよ。あ、じゃあ、いいですけど、はい、わかりました。って言って、まあ、だから半分ずつ出してるから、小川くん的にも気持ちは悪くないわけです。そうだね。うん。あちゃんの分はじゃあ二人で出しましょう。で、お互いは、お互いで出しましょうみたいな。いいんじゃない？で、まあ、ラーメンを食べて。はい。わあ、食べた。うん。美味しいねと。うん。食べてる時に、ビールを、まあ、ちょっと飲むか。なんつってなったんだって。なるほど。うん。で、そのビール代を、まず、その、白田が出したんだよね。白田が出した。瓶ビールね。うん。で、小川くんってそんなビール好きじゃない。お酒好きそんな飲まないね。で、まあ、で、みんなで飲もうってなったから、じゃあ餃子を、小川くんが。細かく。また食券が押しに行くわけでしょ、そのために。いや、その場で、現金を、その二人の前で、そう、現金で、その二人、白田もあちゃんも見てる前で、餃子を、じゃあ僕が出しますよって言って払って、餃子が来たと。まあまあ。で、食べて、みんなで盛り上がって、帰りました。別にその時何にも悪いこと起きてません。帰りました。その日のツイートなんですよ。あちゃんのツイートを小川くんが見たらしいんです。まあまあ。そしたら、白田さん、ラーメンごちそうさまでした。小川さんと三人で楽しみましたみたいな文章だったらしいんですね。まあまあまあ。で、これを、小川くんは、この3年、そのツイートに苦しんでる。3年前の話だよ。めちゃくちゃ昔だもん、これだって。聞いたら、3年苦しんでるんですよ。どういうことなんてなってね。バカじゃない。実は、これね。バカじゃないの、わかんない。本当にね。今苦しんでるのがわかんない。3人で行ってて、で、その、今僕が話した通り、私は、そのラーメンを、まず、この文章だと、あちゃくんのこの文章だと、まあね、白、確かにね、タロシだけがお金を払っているというふうに見えるし、うんうん、僕が映ってて3人いるのにってことになってますよねって思うんですね。そうね。それを初めて聞く人は、ね。そもそも僕を映さないとか、小川くんを映さないとか、小川はいなかったっていう体でやってくれたら別にいいんだけど、小川もいる。それは嫌だよ。こっちの方が嫌だよ。小川もいる、白田もいる、あちゃんもいる。で、3人でラーメンを楽しみましたって言ってるのに、白太郎さん、ラーメンごちそうさまでしただったら、私が払ってないみたいだっていうことをまず思ってたけど、もしそれをもう一回やったら言おうと思ったけど、三年間、それ一回もそこまでないんだってね。結局言っちゃう。で、それがもう苦しくなって、とうとう、この前のネタ作りの時に。もう何年前だよ、マジで。三年前から、もう一回これが来たら、もう一回あちゃくんがもしこれをやったら、やったらって。あの時もって言おうと思ったけど、それが来ないもんだから、言えないまま、ずっとこう。ずっとこう抱えてたと。まあ3年なんか一瞬だからね。で、まあね、毎年聞いてるけどな、これ。あ、今田ちゃん毎年聞いてる。毎年聞いてる。この時期になると話しなさい。そうなんだ。夏の終わりなんだ。でね、それで、いや、500円を出したんですよ。で、しかも白田さんも受け取ったんだから、まずそのツイートが、あちゃくんが勘違いしてたとしても、あちゃがそれをつぶやいたとしたら、白田さんが、小川くんね、白田さんが、いや、小川さんにも出してもらいましたよのツイートをしなきゃいけないでしょってなって、いや、なのにあいつはしなかったんですと。小川も言えないじゃん、俺も出したよって。うん、いや、そうなんだよ。俺も出したじゃんっていうのでいいじゃん。白田の方が芸人としては後輩なんだから、先輩が半分、小川くんが払ってんだから、いや、まあね。あちゃ俺じゃなくて、小川さんが結構払ってくれたからって、なんであっちゃんに言わないんですかね。でも、ああいう人ですからね。そういう人ですから、しょうがないですけど、みたいなことだった。しょうがないと思ってるんで、あ、これはちょっとことだな、なんか。ことじゃねえよ。恨んでる。これはちょっとダメ。ネタ作りの前にちょっと、演芸悪いなってことで。でも、それでずっともう気が気じゃないでしょ、3年間。なんだろ、毎年聞いて妙にグビグビいっちゃってるからさ。ああ、それでね、飲めうっちんちゃを。うっちんちゃだよ。グビグビ。全然そこまでいっちゃってて。お茶じゃねえか。もう一回来たら、ちん割りだったらいい。もう一回来たら案件もう3件4件持ってんすよ、俺はって言ってんすよ。
ああ、もう一件違うタイプのもう一件あるけど、だからもう大手スーパー小川では万引き被害があるんだけど、もう二回目来ないんだよね。二回目来ない。二回目来ないことで三年経ったことで、それがもう本当に結局爆発しちゃった。もうちょっと時間のせいでね。ちょっとなって、小川くんでもそれはやっぱりちょっとね、その小川くんが全く悪いところが一個もないからって言ってるね。小川くんは被害者なんだから、小川くん。ひがみ者だろ、ひがみ者。役の立場だとしたらね、うん、小川くんは、もう全く悪いところがないのに、こうやって苦しんでると。で、かたや、何にもその、うん、まあね、悪意なく悪いことしてる二人は、いけしゃしゃと生きてる。これはおかしいよねっていうことで、悪だから、もうね、悪だから、悪人が。これは電話しようってなったんですよ。電話、とうとう。その場で。うん、とうとう、それは。じゃあ、いやいやいや、やついさん、それ、楽しんでるでしょ、バカにして俺をとか言うけど、いや、うん、違うよって、はっきりね、うん、違うよって。俺は、小川くんが、本当に正しいと思うし、その、どうでもいい。いやいや、本当に正しいのに苦しんでるのは良くないよねっていうことで。ちっちゃいねとは思ってるでしょ、ちっちゃいねと。これっぽっちも思ってる。そ、うん、で、俺はもう良かれと思って、ちょっとアチャにね、電話したんですよ。はい、最初にアチャにまずね。いや、アチャだからやっぱり。根本的な。なるほど、あのツイートがね。書き方が。その、ジャーナリストとしてはああいう書き方しちゃダメだから。いいですよ。ジャーナリストなんかいいんですよ。小川君もいいですよ、いいですよ、なんて言ってんだけど、うん、電話俺しちゃってさ、まあ、スターとか言って。でも、ちょっと、まあね、苦しんでる人がいるから。アチャのせいでね。アチャの一言で。うん。心ないね。怖いな、ついて。確か怖いよ、それは。ちょ、変わるわ、ってさ、小川くんもさ、うん、いいですよ、って言ってたんだけど、うん、取った瞬間にさ、うん、あのさ、ってなってさ、スイッチ入って。やっぱ告発者だからね。何のスイッチだよ。で、実はね。やっぱ3年溜まってるからな。うん、実は、うん、そのラーメン1000円を渡して、白田が。ね。なんだよ、でもう一回言う。アチャが、その、なんだこれ。悲しいもん、文章題なんだよ、これ。1000円の半分、500円を小川くんが、僕も半分払いますよって、500円渡したって話ありましたよね。でも、小川くんはちゃんと見てて、実は、1000円のラーメンを食べてないんですよ、あれ。200円ほどのなんかお釣りが来ていたと。じゃあ800円はい。の200円を、白田が渡す、もらってんですよ。あれ？じゃあ多めに払ってるじゃん。ってことは、その、小川は500円、白田は300円だから、白田さんラーメンごちそうさまは 100% 違うって話になったんですよ。見てんだなぁ。見てんだ。お釣りを知ってるから、ね、もし200円だった時に白田は私が500円を払ったのだから、その100円を僕にあげるべきなのに、それはくすねたって言うんですよ。くすねた。まあまあ言ったらね。なおかつ自分がおごったことになって手柄だけはもらってってると。否定もしてないとね。で、それも否定してない。で、そういうことがあったよと、あちゃんに言って。したら、あちゃんも、あ、そうでしたか、なんて。全然覚えてないって。ねえ。で、そこで、あちゃん。餃子の件は覚えてるなんて話になってな。で、餃子ですかなんて。覚えすぎな。いや、餃子の件に関しては、その、二人の目の前で僕は、って言うんですよ。そのお金を、みんなに、今払うよ、払うよって見せて、ラーメン、今、って言う。今、って言うわけないよ。払って餃子が来て食べたよね。しかも、222でって言ったんですよ。あ、その声でね。ミス、もう数まで、ちょっと小川くん覚えてる。いいよ。222で食べたんだよ。いいよ。で、それに関しては俺は何も書いてないよね。で、ラーメンも500円、300円で、300円の人におごってもらったことになっちゃってるよ。はいはいはい。ビールは飲んでないしね。ビール飲んでないし、おかしいよねってことで、ちょっとあちゃくんさ、っていうことで、なるほどね、もうそのツイートを、遡ってね。3年前のね。今かよ。謝罪記事を書いてくれってなっちゃって。それにね。謝罪記事を出してほしいってなって。それにちゃんと紐付けてね。でもあれ昔3年も前のツイートだと見つけられないよ。あ、ないか。言ったら、いや、すぐ簡単に見つけられる放送方法とかあるから、検索で。で、そういうとかも調べて、ね、そういう誠意があるなら、そういうのもすぐできるはずだしとか言って、なんかもうちょっとスイッチ入っちゃってるから、ワークも。だからそういうの毎回見返してたのね。で、文章も、もうこうこうこうしてくれと。いうことで、今思い出したんだけどってことで、そんなわけねえっていうことで。そんなわけねえだろ。で、よくよく考えたら500円を払っていただいてたし、白田は300円しか払っていないし、餃子ももらってるから、小川さんごちそうさまでしたっていう訂正文を
傷つけてしまってすいませんっていうその文章をどうしても伝えてほしいっていうことで小川くんが寝かしただけあるね。書くのになって、であっちゃんもちょっと困惑してたんだけど、まあまあ、なんですかみたいな、言われてみればそうかもしれないですね、うん、なんてなって、まあまあまあ、諸悪の根源はもうこれ白田だってことになって、まあね、白田が、まあそうね、なんで言わないんだろうと、いや言わないし、ね、小川さんからもう500円もらってるよとか、うん、言うべきなのに、多めに払ったのは小川さんだよって、ね、とか言うべきなのに一言も言ってないから、ね、まあでもそれがそこに人間性が、ね、人間性がもう垣間見えますよね、なんつって。うん、で言ってつぶやいくことになったんですよ。ね、ああ、そのあちゃがね。あちゃね。で、まあその訂正は終わって、ね、うん、待ってた。小川君すっきりして。あ、本当に、うん、何か残ってると思うんだよな。いや、小川君も。他の件もあるよ。よかった、なんつって。四五件、案件も。何度も調べて、その間、その間もツイッターを。更新更新でね。あの野郎、全然まだつぶやかねえとか言ってたんだけど、次の日かな、無事、あちゃが見つけて、うん、つぶやいたんですよ。つぶやいたのね。たしろと。あれ？メサトク発見して、あ、それをそれにそんな昔の細かいこと言わなくていいよみたいな小川くんがプチーンですよ、またさすがだねさすがだよね。なんだろうね、そんな細かいこと言わなくていいから、あちゃまあ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 、そうだよね、それはそうだよ、だって知らないわけでしょ、小川さんに言われて気づいたんだけどがないわけだから、カッコの全文がね、そうなのよ、うん、それでまたちょっと小川くんが、そりゃそうだよね。してるっていうね。今ね。うん。いや、もうすごいね。なんかずるいっていうかね、うまいんだよね、素人は。全額払ってる感出すっていうか。その、まあ、ジャパネーズのライブを見に行って、打ち上げみたいので、まあ、1、2、3、まあ、何人か来たわけよ。はいはいはい、で、まあ俺も、あれだったから、うん、みんなの分俺が払って。まあまあまあ。わ、ま、ー、あ、つって。うん、俺が全額払ったんだよ。素人は1円も払ってないのに、はあ、うんうん、帰り、うん、アチャたちと同じ方向なんでとか言ってタクシーに3人で乗せて、はあはあ、でタクシーをおごった感を最終的になんか、うん、ふわっと香らせてるわけよ自分がね、うん、それは飯もちょっと若干かかっちゃうみたいなね、そこで終わりが、うん、終わりがね、終わりがラストがね、素人だから、なるほど、ケツがね、俺が払ったことも何にもないわけよ、うん、まあまあまあ、何のお礼もないしね、ムーネとかも、うん、ごちそうさまでしたとかも一切ないから俺には、まあ、多分あちゃんにはタクシーそれ、ね、タクシーありがとうございましたとか言ってるでしょ、それはちょっとひどいけどね、一切のもあちゃんにあちゃんもないよ、ごちそうさまでしたとか全然ないあるでしょ、全然ない、その場ではバニーピョン吉郎だけだよ俺に、俺ねバニーピョンだけ、バニーピョン吉郎だけだよ俺に、俺言ったの、誰なんだよバニーピョン吉郎の話をすごい聞いたんだから、もうしょうがないから、まあまあまあ、いや来ちゃったんだからあいつ、その時は言うわけでしょ、ごちそうさまでしたつって、バニーピョン吉郎なんて、うん、吉本時代一度も先輩に挨拶したことないのに、うん、ごちそうさまでしたって俺に言ったからね、知らねえよ、原因それなんじゃないの、元吉本なのね、吉本らしい、そうなの、うん、多いからね、まあね、でもそれはうまいのよ素人は、最後だけちょっとだちょっとイラつかせるね、サラリーマン経験があるからかな、ああだからそのまあでもこれで一応小川くんの、そうか、小川サイドはね、それはもう解けたし、解けたのかな果たして、うん、だって小川くん正しいからね、正義があるから、正しいんだ、細かいってのは白田はで、これ一応話す話も一応小川くんにも許可取ったし、ああよかった、うん、これぐらいもなんか小さく映らないようにしてほしいとは言われてる、これでも読んだ人どう思うんだろうね、あの本編、あちゃ正信のね、あ3年前のことを思い出しました、あそんな書き方ある白田さんに奢ってもらったと書きましたが、つけ麺は白田さんと小川さんの割り勘だったし、なんなら券売機のお釣りは白田さんが手にしたので、小川さんが一番多く払ってました。小川さんは餃子6個も頼んでくれたのに、ツイートで誤解されました。大変申し訳ありません。いやいや、本当に言われたから、言われたから書いてるだけだよ。自分の気持ちいいっすよ。自分の気持ち。いいね、9件。本当の気持ちだから。全くないじゃん。本当に。やっ、すごいよ。いい笑顔。どう思えばいいんだよ、これ。いい笑顔してた。いやいや、全然でしょ。2019年の8月15日だもんね。やっと。本当に丸3年経ってる。やっと喉の骨が取れたよね。やっとね。すごいね。これでもう、もう本当、ネタ出てる。発信できる。これ嫌でしょ。全然小川くんは正しいんだから、いや正しいというよりか被害者なのよ、エレカタバチェロレッテ、
番組宛てに45歳で初体験をしたという味わい深いメールを送ってくれた女性、ラジオネーム人生崖っぷちさんこと初代エレガタバチェロレッテが多くの男性リスナーの中から運命の相手を見つける婚活バラエティーコーナーです。運命になるかな。まだね、まあわかんないけどね、あでも直感じゃないか、話を聞いて選んでましたもんね、うん、前回ね、うん、ね、ラーメン即決でしたね。ラーメンおごるときは500円払ってくれる方を選んでほしいですね。いやいや、まあそれは見た目では分かんないけど、ね、そうなんだよね、なかなかね、やっぱそうな、小川君までも知らなかったのかな。何だ、いや今あのさっきのつぶやきに小川君書いてて、ああ何か邪魔かんない引用ツイートしてたんですよ。ああ、はい、確かにあのツイートだと僕がビタ一文出してない感じだね、また食べに行きましょう。行きたくねえよ。どの面下げてそんなこと言ってんだよ。お前が書かせたんじゃねえか。篠太郎さんは僕がおごっていることを知ってて黙ってたのもなんでかなって思うけど、まあそういう人だからね。言いたいこと全部言ってんだ。気持ち悪いな。小川が結果とても損をしてる気がする。うん、そうなんだよ。正しい。なんかおかしいな。正しいのは小川なのかもしれない。そうなんだよ。難しいね。文章って難しいなとね。正しい、難しい。ね、こういう問題もあるけれども、やっぱ誠実な人が、まあ、今回はね、勝ってほしい。そうです、選ばれると思います。はい、先週は人生崖っぷちさんと4名の男性をリモートでつないきまして、はい、第1回目のローズセレモニーを行ってね、大きな事故もなく大成功でしたと、ね。汗が飛んでたよ、もう途中。すごかったよ。もう見事だね。見事にこう。まあ、結果ね。結果無事に選んでました、ね。選んでもらいました、ね。選ぶのは早かったですね。早かったっすね、あれは。あれよかった。メニュー見たらパッて決めましたもんね。そんな感じしましたけどね。まあでも前のね。落ちてしまった二人のね、ツイートがまた良かったですけどね。悲しい感じでしたけどね。でも参加していただいてね、本当に。ね、これは勇気ですから。はい。いろいろありましたけども、ローズセレモニーで、残ったのがラジオネーム、マー君。うん、そして、ラジオネーム、ホワイトニングコーラ。この二人が残りまして、はい、小野寺さんがね。ねえ。もったいなかったですけどね。そのラジオネーム、小野寺さんから最後に、楽しい旅を、なんてね、早口で言うっていうところ。すごいね。アバヨに近いもんがありますから。小野寺さん、あれからもやっぱ、うん、結構、本当に落ち込んだツイートで、意外にね、意外にそんなにね、ないのかなと思ったら、やっぱしね。そこそこ、そんな触れ合ってないからね。気づいてないのかなと思ったら、やっぱり。意外にやっぱ来るんですね。いや、しっかり真剣だったっていう。でですね、結構人数が集まってたって僕は聞いてたんですけど、はいはいはい、先週の放送を聞いた、その、男性参加者から、はい、事態の、辞退するという声が。ちょっと待ってよ。信じられない量来て。なんで？ものすごい減ったそうです。こんなに辛いのかって、落とされたら。こんな感じなのかっていうのだったのかもしれないですが。そんなわけでございまして、今回も新たな男性参加者来てくれてるんですけど、はい、その前に、初代エレガタバチロレってこと、人生崖っぷちさんと、今回は、電話でまずは。まずは。はい。あ、しっかり成長してますね。繋がっております。でも前回の反省をもう踏まえて、パソコンとパソコンをこう合わせて言い合うんじゃなくて、まず電話で話して、その後男性陣の参加者の皆さんの待っているズームの部屋に行くという一番シンプルな形になりました。それがいいよ。というわけで、影プスさん、こんばんは。こんばんは。どうも。はい。ねえ、どうですか、やっぱ人生変わったんじゃないですか、先週の放送を。どう、反応ありました？今のところまだ変わってないです。変わってないです。でもなんか、崖っぷちさんのツイッターが、やっぱなんか、どんどんバチェロレッテ化してるっていうのは聞いてますよ。やっぱね、自覚がね、はい、自覚がもう芽生え、なんか、どんどんバチェロレッテとしての自覚が芽生えたのか、うん、もう、ご自分のなんかもうアカウントもローズにされたりとか。あ、ました。いや、もうこのね、期間だけはそれはそうですよ。崖っぷちさんやっぱりね、ぐっと入ってこれてね、ほんとありがたいんですけど、ね、どうですか、初めてローズセレモニーね、前回ね。やった、はい、やってみたんですけども。すごい緊張しました。そんな風には見えませんでしたね。全く分からなかった。サクッと切ってってましたけども。いやそこら辺の辛さもあったんですかね、やっぱ。はい、すごい辛かったです。早いな。早いな。そうなんですか？ハキハキと。はい、本当に辛かったです。ね、今回ね、参加してくれる方たち、今ね、待ってくれてますけども、はい、この男性陣にもやっぱ、あれですかね、望むところはやっぱ顔の良さというところでしょうか。まず第一番大事ですよね。そこはね。そこはね。はい、そう
そうですね。第一印象はそうですね。第一印象ですね。はい、なるほど。じゃあもう今更何を喋ったところでってことですよね。聞いてらわ。ではよろしくお願いいたしますね、ガキさん。はい、よろしくお願いします。さあ、それではいよいよ今回の男性参加者の登場なんですけど、今日はなんと、前回4名でしたけど、はい、3名です。減ったぞ。減った、あれ大丈夫大丈夫、まあ、厳選されたのかな。4で来ると思ったよね。厳選されたかな、うん、いや、ちょっとお一人が、お一人ちょっとね、来れなかったということで。ズームなのに、まあまあまあ、ぶるったましたね。まあまあ、ご紹介したときで、で、男性陣がリモートで繋がっているので、では呼んでみたいと思います。うん、皆さん、こんばんは。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 ね。さあ、今回3名。ということで、うん、皆さん、私たちはもう今顔が見えてるんですけども、崖っぷちさんは今声しか聞こえてないと思うんですけどね。はい。一人一人紹介していきます。はい、お願いします。まずは一人目ですね、うん。ラジオネーム、黒之助さんでございます。なんとこれ、初めてメールをしていただけるという。あら、ありがとうございます。メール。まさかの、この、エレカタのコント太郎時代の第1回目からずっと聞いてくれているんですが。ありがとうございます。現在35歳、独身、結婚歴なしということで、はい、参加条件の45歳以下。ね、いい、これも完全にもう満たしております。うん、長らくサイレントリスナーでしたけど、16年の沈黙を破って立候補させてもらいますということで。いや、いいじゃないですか。はい。さあさあ。で、もう一つの条件がイケメンでしたけど、うん、今確認したところ、イケメンですね。あ、もうそこは、もうやついチェックはもう絶対ですね。はい、イケメンだと思います、ね。イケメンです、はい、イケメンです。イケメン。片桐チェックも。はい。で、これはもうイケメンなので、もう完全に、はい、要望、クリアしてですね、はい。ということで、しかもですね、はい、送ってくれた写真も、初代バチェラーの久保さんと一緒に撮った写真という。本当ですよ。この自信にあふれる。確かに。バチェラーと並んでもその遜色ないよ、そうです、そうです、そうです。ことを示した写真になっております。今回ね、その黒之助さん。さあ。よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。黒之助さん、ちなみにここでのアピール、はい、ほとんど何の意味もないんですけど。あるわ。そんなことない。一応アピールしておきましょうか。ね。はい。なんかあります、はい、そのバチェロレッテに対して。はい。近々、熱波師試験を受けようと思ってますんで、もしよければ、僕の初めての熱波を受けていただきたいなと思っております。あ、これはいいですね。サウナでね。サウナね。うん。熱波師の試験を受けるんですか、はい、そうですね。講習があるので、ね、それを受けて。大会とかもあるんだね。じゃあ、熱波ネームとかつけんの、うん、うん。熱波ネームみたいな。やっぱりまだ考えてないんですけれども。これも、はい、じゃあ、バチェロレッテにつけてほしいよね。まあ、最後まで残れば、一緒に考えたいです。うん、いけますよ、それ。これはなかなかポイント高いと思います。本当に？暑さもね、暑さはあるからね。好印象、好印象だと思います。うんうん、そうね、ありがとうございます。ありがとうございます、黒之助さん、はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。アピールありがとうございます。うん、続いてですね、二人目ですね、ラジオネーム、はい、悪い夢さんでございます。はいはいはい。悪い夢さん、なんと、今回、ナイトメア。今回ですね、はい。わぁ、若い。もう最年少でしょうね。確かに。若いね。うん、子供みたいな、ね、若干23歳、大学院生です。院生。いいじゃない、院生さん。うん、で、崖っぷちさんの年下で、うん、そして、好みのタイプですね。細身清潔感、うん、塩顔、うん。これ完璧に満たしてますね。あるかね、あるそうですね、はい。大学の研究に行き詰まって、就活も身に入らず、らら、家族にも不幸があった。度重なるストレスで体重がどんどん落して、それで痩せている。悲しい。ちょうどよかった。悲しいけどね。まあでも、顔もね、イケメンですよ。うん、イケメンです、ね。塩顔ではないが、ね、清潔感がある。あります、あります。かは自覚ありません。塩顔じゃないんだよ。いや、塩顔、まあまあ、目がクリッとしてますよね。清潔感はもちろんあります。めちゃくちゃあります。ということでございますが、片桐さんのリアクションを聞く限り、崖っぷちさんの美女。ビジュアルは、どちらかというと素朴というか、うん、そのような想像をしています。なるほど。うん、なぜなら、崖っぷちさんを見た片桐さんのテンションが、そんなに上がっていなかったし、やめてください。唇をペロペロ舐めていなかったし、メガネもクイッと上げていないことから、見てるね、普通の女性なんだと思いました。もちろん普通の方ですね、はい。ただ僕は45年、純潔を守るピュアな心をとても素敵だと思いました。あ、そういうことね。あ、ちゃんとメールのね、うん。そして好きなタイプが年下のイケメンと言い切る潔さもあっぱれです。う、ね、うん、正直もんだよね。崖っぷちさんのメールは正直印象は悪めですし、悪めだし、高い理想を掲げ、
男性を公に募集して、その中から選定しようというその心。めちゃくちゃ下品です。違う違う。そういうコーナーに出てもらってるだけですからね。こっちのせいだからね。こっちははめ込んでますそれでも、応募したいという僕の心意気を買ってほしい。もちろんですよ。23歳ですから。どういう気持ちを取らせんだ。バチェラーになりたいのかな。ああ、そっちもあるのかな。うん、ちょっとこう。でもまあ、こういうやっぱちょっと噛みついてくる感じが。まあまあまあ、23歳だから。そうなの。かわいいじゃないですか。そうなの。はい、悪い夢さん、こんにちは。こんにちは。はい、はい、こんにちは。ああ。大学院で何の研究してるんですか、うん、で大学院では、磁石の研究をしてます。磁石へえ。確かに。で、悪い夢は、その、はい、今回その応募しようと思ったっていうのは、やっぱりちょっとこれ気になっていたってこと？そうです。ね、普段いいことがないので、何か面白いことを、が、起きたらいいなと。あ、そう。男前だし、モテそうだけどね、悪い夢さんね。彼女いないんですか？いません。ああ、そうなんだね。ああ、これ選ばれたらさ、どうすんの？選ばれたらどうしましょう。やばいよ。やばいよ。これはもうアピールだよ。やばいよ。アピールだよ。人生が崖っぷちさ、ちょっともう、そういうの一番厳しいかもしれないよ。そうだよ、ね、はあ。残らないと。そう、アピールしないと。うん、そうよ。いいのかよ。いいのかよ。悪い夢。そんなんで。どうしましょう。お前行けよ。本当に。お前マジで。伝えられてるんだろ、自体の選択肢があるなら、自体の選択肢があることを知ってたら、ちょっと考えたかもしれないんですけど。なんでだよ。なんで、きびんびん。でも僕は、そうだ、出てくれたのもありがとうございます。ないです。はい。ね、僕は明るい人間なので、あ、いいじゃないですか。仲良くなったら、楽しいと思います。そうだね。そうだね。明るい人間なんで、楽しいと思います。大丈夫、悪い夢も。ここで言ったこととか一切関係ないから、顔で、顔でスターって言ったら。あるよ。あれよ。あれよ。多少は。一番リードしてると思う。じゃあ待っててね。ね、悪い夢さん、ありがとうございます。今日最後です。一番星さんですね。一番星さんは、これね、一番バチェロレッテと年齢近いんですよ。なるほど。42歳。ああ、いいじゃない。3つ下。まあ、うん、でも一応下ですよね。はい、ということで、毎週聞いておりますということで、はい、エレカタのバチェロレッテの盛り上がりに祭りを感じてメールをさせていただきましたということですね。助かります、正直申して、人生崖っぷちさんのがどういう人か、情報が少なく。はい、確かに。うん、まあそれはね、惹かれているというよりは、どんな人生を歩んできた方なのかと気になって、いいじゃない。知ってみたいという気持ちで、はい、好奇心がね、今回は応募してくれた。うん、まあ、すごい正直だと思います。うんうん、どのくらい自分のことを、開示すればいいか分かりませんが、はい、エレカタのメール読まれ歴で言いますと、ラジフェスでやったエレカタステージ、ウエストサイドストーリー、うんうん、タトゥー選手権出場。おお、ありがとうございます。やついフェスキャンペーンガールオーディションに元妻と応募。元妻。あ、バツイチなんですね。バツイチってことだね。尖り飯のコーナーで豚肉を干している話を。あったあったあった。読まれました。あの腐る前のやつ、うん、はい。あと、玉結びのハガキで悩み相談と、うん、ウィークエンドシャッフルで2回読まれた。TBS 好きですね。ありがとうございます、本当に。仕事は一応社長。え？あら。家業です。俺はいいですよ。うん、家業を継いだっていうことですね。先にじゃなくて、言っちゃった。というわけです。はい。一番星さん、こんにちは。ジョス。どうも、こんにちは。はい。こんにちは。ありがとうございます。いや、一番星さん、俺、覚えてるよ。うん、キャンペーンガールオーディションも。ね、はい、ありがとうございます。うん。別れちゃったんだ。いや、あの頃もうすでに離婚してましたよ。あの頃も、あ、なるほど、ね。あの頃から元妻なのね。離婚してた人が送ってくれたんだっけ、なんかそんな話だったっけ。え、離婚したけど、まあ、仲良くて。あ、そうか。ちょっと。円満だね。なんか、レスリングみたいになってなかった違ったっけ。あ、そうそう。この前、やっといた、飯田さんのイベントに。あ、イベントに行った。うん、すごいね、声が。大きくなったり小さくなったりしちゃってんの、うん、声が、ちょっとね、声があれだね。うん、難しいね。うん、わかった。じゃあ俺から伝えとくから。アピールポイントは大丈夫、大丈夫。あのね、アピールとか全然関係ないから、顔でもパッて撮っちゃうし。いやいやいや、一番さ、メールだけ、メールだけになっちゃったじゃん。一番無事で声を聞こえてるところは。アピールポイントあります？どうアピールポイントある？うん、年なんで。うん。ちょっとあんま自信はないんですけど。いや、でもね、うん、それで言えば、人生崖っぷちさんが一番年上だから。うん、うん。だから全然、大丈夫だと思いますよ。そうね。しかも社長ですし。そうなのよ。アピールポイントあるよ、いっぱい。うん。で、まあ、ラジオリスナーとしては、すごい、やっぱり、これだけの、そうそうたる番組読まれてるってことなんで。うん、面白さもあるっていうね。まあ、うん。
あと声が聞こえないっていうね、その面白さもあるんで。いや、ダメだよ。持ってる、持ってる。はい、うん。持ってますんで。今もなんか喋られましたけど、聞こえてないです。よろしくお願いします。お待ちください。この後ね、この後みんなのところに行くんでね。そうです。シャンパンパーティーがあるんで、この後。ねえ、ということで、そろそろバチェロレッテと男性陣の運命のご対面いきたいと思いますけども、はい、うん、前回の曲を踏まえて、今回は男性陣のリモートにバチェロレッテが入るという。なるほど。はい。もう画期的な方法で、いきたい。なのかな。これで失敗したらもうどうしようもないですから。まあ、しょうがない。それでは、バチェロレッテの降臨です、皆さん。お待ちからのバチェロレッテの降臨ですよ。男性陣。ね、誰、テンション上がってますか？誰から話しかけていくかな。ああ、上がってるのかな？上がってますよ。では、バチェロレッテ降臨してください、どうぞ！ 20 代、30代、40代だね、今回ね。うん、そうだね。はい、いやいやいや。来ました！ああ、来ました。さあ、バチェロレッテ入りました！あれ、やっぱなんかね、落ち着きがありますね、やっぱね。バチェロレッテ。バチェロレッテ前としてきました。どんどん綺麗になってきますね、バチェロレッテもね。そうですね、お痩せになったんじゃないですか。ちょっと俺もそうあるかもしれません。そういうのも。うん。じゃあ改めまして男性の皆さん、バチェロレッテに自分の名前を伝えてってください。じゃあ、黒之助さんからお願いします。はい。黒之助と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、いいですね。ね、いいですね。はいはい、黒之助さんはもうね、熱波師ですから。ね。サウナでね。サウナとかどうですか、うん、サウナ好きですか、バチェロレッテは。行ったことないです。行ったことない。ないってのもなかなかない。話が合いますね。合わないね。合わない。話が、趣味が合うな。相当な熱風が、続いて熱風が飛びました。悪い夢、悪い夢、自己紹介。はい。はい。もしもし、悪い夢です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、ちょっと若いんですよね。若い。一番若い。磁石の研究をしてるというね。ね、大学院でね。うん。ね、右も左もわかんないね。若者ですから。そこはもう。バチェロレッテの経験で、まあね、いいとしてね、明るいってね、どういうね、うん、男にも育て上げていけるというね、そういうことですね、そういうところがあると思います、はい。さあ、そして一番星さんお願いします。一番星です。お顔は拝見できて嬉しいです。よろしくお願いします。いいですね。はい、よかった、出た、よろしくお願いします。ね、一番星さんはね、とにかく音声が悪いということで、よくなりましたね。よくなった、よくなった。ここで急によくなりましたね。よくなった。そういう特徴がありますね。さすが持ってるな、うん。その持ってる感をね、うん、一応ですね、黒之助さんが30代。で、悪い夢さんが20代。うん、で、一番星は40代、うん。20代、30代、40代。でも、すべて、バチェロレッテより年下ということになります。そうですね。で、まあ、皆さん見てもらって分かる通り、白顔、うん、痩せ型です、みんな。そうですね。うん。もう痩せ型ですよね、完全にね。そう、完全に痩せ型ですね。うん。なので、もう、ぴったり、理想のタイプの人を3人揃えましたのでね。うん、はい。さあ、それではバチェロレッテ。質問とかあります、ね、聞きたいこととかあります？一回一個ぐらいあって。一個ね。じゃあ、バチェロレッテから一個質問を。うん。もう、動物は好きですか？あ、いいですね。ああ、なんか飼ってるとかあればね。ね、これまあ、どっちに答えたって意味はないですけど、じゃあ、お願いします。うん。うん、あるだろうけどな。なんかしらは。うん。黒之助さん。はい。今、家には黒猫がいます。お、猫か。やっぱ黒之助の黒な。なるほど。猫派とか犬派とかだと、猫派ってことですか？そうですね。猫大好きです。あ、大好きな動物好きですね、じゃあね。悪い夢は、どうですか？はい。僕は、飼ってはないんですけど、うん、犬も猫も好きです。あ、動物としてね。飼い犬、飼い猫。飼いたいと思ってる。飼いたいです。うん、はい。なるほど。一番星さんはどうでしょう？動物だと、クラゲが好きです。クラゲ？動物だとクラゲが好き。クラゲね。クラゲ飼ってるんですか？いや、飼ってた。メダカ飼ってんの。メダカね。いいですね。水生生物ね。うちも飼ってます、メダカ。動物というよりは、そのお魚系が好きだね。ね、うん。あ、水族館。あ、水族館ね。確かにね。ありがとうございますね。もう抜群のやっぱ音声の悪さ。いや、そう。ね、まあでもまあ水中からね、今ズームしてるんで、やっぱこのぐらいの音声だじゃないかもしれないですね。水の中から喋ってるよね、うん。そう考えるといいですね。いいんです、いいんですよ。だからさあ、バチェロレッテお時間です。早いなぁ。男性陣から質問ないんですね。決まりましたね。いい先生もそれはもうないんです、ないんです。ないんです、ね、男性陣から質問したところで関係ないですからね。バチェロレッテが選ぶ。選ぶ、あ、そうかそうかそうか。選ぶから、ね。それはもう、2回戦、次行った時に。あ、そうかそうか。よりね。まずはね。はい。でも決められないんじゃない？これはもうまだ決まってないんじゃないですか、バチェロレッテ。こんな短かったらだって。どうですか、バチェロレッテ。決まりました。決まりました。早い。早いんだよ。では、第2回目の、ローズはローズセレモニーに参りたいと思います。ローズは今回ご用意したローズの本数は、なんだそれ。
一本です。一本しかない。一人？一人じゃ違う。四人中二人か三人中一人になっちゃった、まあ、そうか。つまりここでは、二名の方と、お別れすることになります。ね、いやー、これは酷だぞ、これ。大丈夫ですか？バチェロレッテ。では、バチェロレッテ。即答してたけど。今後も一緒に旅を続けたい男性の名前を読んでいただきます。よろしくお願いします。わかった？ちゃんと。では、はい、バラです。あ、バラが、バラ来た、バラ来たよ。はい。来ました。じゃあ、崖渕さん、お願いします。はい。はい。黒之助さん。早い。ディ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 とか言おうとしたのに。早いね。ディディ、でも、黒之助さんに。黒之助さんですね。はい、黒之助さん。はい。じゃあ、言ってください。崖渕さん。ローズを受け取っていただけますか？はい。もちろんです。わー。ということで、バチェロレッテは黒之助さんを選びました。あ、なるほど。バチェロレッテを選んだその、決め手は何だったんですか、黒之助さんに。猫。ああ、猫を飼っているとです、ね。なるほどね。猫が、じゃあ、バチェロレッテも好きだったっていう。飼ってるんですか？あ、はい。あ、猫好きです。あ、好きだね。なるほど。うん、これは、あれですね。まあ、勝ってなかったからな。崖渕さんもやっぱり先週のを聞いて、やっぱりちゃんと印象が良くなる方向で、うん。考えてますね。ね、考えてらっしゃいますね。そんなのないんですよ。ちゃんと聞いてから、聞いてからやってんですよ。面白でやってくれてもね。ちょっと前回は早すぎたな、私なんて思ったのかもしれない。そんなことないですよ。さあ、ということで残念なことにですね、お別れとなってしまいます。まあな。この悪い夢、そして一番星、ちょっと一言ずつお別れの挨拶をもらえますか、ね、じゃあまずは悪い夢から。はい、そうですね、非常に、残念に思います。本当ですか？はい、本当かよ。残念に思ってます、はい、でもとても楽しい経験になりました。確かにこれからあるからね、まだ はい、ね、まあ、23歳ですから研究に戻ってください。どんどん ね恋愛しててくださいね、さあ、そして一番星さん、すいません、お顔を拝見できただけで嬉しいです。顔ね、顔見れただけで嬉しいです ね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。またね、イベントなんかも参加してください。ね、ぜひぜひ。ぜひね。はい。社長ですから、まだまだもう引く手あまただと思います。というわけでございまして、次回も熾烈な戦いが繰り広げられると思います。本当に？辞退すんじゃないの？辞退誰か。次回もまだまだ1回戦続きます。!1 回戦、いるの？ということで、以上、エレガタバチェロレッテのコーナーでした。TBS ラジオエレカタの決日、そろそろエンディングの時間です。本日の放送、月曜日にポッドキャストでも配信、アーカイブとして世界中どこからでも聞けます。さらに新録のポッドキャストも復活しております。本編ではできなかった。というか、まあ、できなかったらね、今回もね、できませんでした。すいません。コーナーなんかもやっておりますので、どちらも月曜日に配信です。ぜひ登録の方よろしくお願いいたします。ここでもろもろお知らせです。はい、もうなんといっても我々のライブがもう近づいてまいりましたので、ぜひチケットを購入してください。お願いします。バチェロレッテ参加者は全員来るようにしてください。バチェロレッテお願いいたします。買ってください。それだけを私は伝えたいと思います。お願いします。はい、私は毎週金曜日21時25分から東京 MX で放送されています。私の芸術劇場9月2日は国立劇場伝統芸能情報館。国立劇場っていうね、歌舞伎とかやってるところの横にある無料の情報館があるんですけど、この番組で浮世絵いっぱい見てるんですが、歌舞伎とともに説明してもらえたのですごい面白かったんで、ぜひぜひ無料で入れるんで行ってみてください、そして毎週木曜日23時59分から読売テレビ日本テレビ系プラチナナイトドラマ奥藤感情捜査官真の明かりが9話ですね、あと2話で終わりなんで、出てきます。そしてブルーピリオド展が
寺田倉庫 G1 ビル、9月27日までやってます。よろしくお願いします。はい、ということで、エレガタバチェロレッテもね、まだまだ、来週1回戦ってことは、まだ参加者がいるってことですか？います、います。もちろん。だって10人以上来たんですから。すごいっすね。うん、まあ。まだ7人だもんね。でも今週の聞いてみたいなこともあるんですか？またそれはあるんですよ。でも2人とか1人になっちゃうよ。いや、そうなったらどうなの？2期出し2回戦始まるんですか？そうなったら。いや、1人残ったら、その人を、うん、を残すか落ちるかを。いや、一人になったら落ちるかも決められないですか？それはそうなんです。まあ、毎回二人は落ちなきゃいけないんです。なるほど。じゃないんです、ね、だから、もし二人しか参加していなかったら全員落ちます。二人落ちる。何人参加しようと二人落ちます。いや、そしたら一人残しちゃいい。一人残しちゃいい。一人残そうよ。二人落ちるんですよ。なんで二人落ちるを感じちゃう最初にルールとして。それがおかしいだろ。全部全部の回で二人落ちる。頭硬えな、ほんとに。二人だ。二人しか参加していなかったら二人落ちます。そんなわけない。落ちるところを楽しんでもらう。いや、違うでしょ。三人だったら二人落ちます。え、だって一人だったら二人落ちます。一人だったら受かるかもしれないでしょ。一人だったら落ちます。確実に落ちます。大丈夫。二人以上来ないと全員落ちます。おかしいんだよ、そのルール。やる意味がない。やる意味がない。今日のローズはなしです。やる意味今日のローズはないで頑張れねえだろ、だって誰も。参加してくれればいい。アイビーしてよ。参加してくれれば。二人だったら一人。いや、今予定してる人たちがぶつらないで参加してくれたら、頼むよ、みんな頼むよ、そうよ、やばいよ、2人だったら両方落ちたから、全員落ちます。あー、だからこれ怖くなってきたな。3人以上ね、来てくんないとね。本当ですよ。ぜひとも参加してください。ラストはちょっとちゃんと坂東さんに声やってほしいよね。確かに、こちら盛り上げていきたいので皆さんもよろしくお願いします。 TBS ラジオエレカタの月日、今夜はこの辺で、さよなら、さよなら。